どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。僕はサーバー6で今プレイしてるんですけども、で、三国天武という軍団を立ち上げて軍団長をさせていただいております。で、この6サバの現状なんですけども、結構でかい連合が3つか4つできてるような状態になってるんですね。で、そのどこの連合が一番大きいとか、その優位ちょっと劣勢、こういったところはわからないんですけども、まあなんせでかい連合があって、うちはですね、どこにも所属していないという形になってるんですよね。で、結構お誘いがあるんですよね。うちの連合に入りませんかという話をいただくことがあるんですけども、一応全てお断りさせていただいております。同盟でね、ピンで組みましょうっていうような形の場合はですね、喜んで組ませていただいてるんですけど、こちらの方に関してもですね、まああまり同盟軍をたくさん作りすぎると軍団員の方が自由にね、探索したりできなくなってくるんじゃないかなと、都市攻めたりっていうのもですね、不自由になってくるっていうことで、あまり増やす気はないという感じでやってるんですよね。ただ、いつだったかな、2回目の攻城戦の時に攻め込んだんですけど全然取れなくて、で、引っ込んだんですけど、持ってる市場っていうのをですね、連合大きいところに落とされてしまったんですよね。で、あの時に痛感したのが、やっぱり一つの軍団だけで頑張ってもどうにもならないということなんですね。たくさんの軍団と組んで、で、最終的にどこの軍、連合が統一をするのかっていうような話になってきそうだなというふうに感じております。ただですね、今こうどこかの連合さんに入ったとしても、その最終的にこのゲームの目標って洛陽を取ることじゃないですか。ここを取ることになってるんですけども、例えば大きい連合に入って、じゃあ最終的にそこの連合がこの三国志の世界を制覇したとして、最終的に洛陽を攻めるのはどこの軍団になるかって考えたらですね、その連合のイニシアチブを握っている軍団っていうのがこの洛陽に攻めるという形になると思うんですよね。これだとですね、例えばうちがどっかの連合に入ってもう洛陽に攻められないということになってしまいますよね。もうすでにできてる連合って言ったらどこかの軍団がイニシアチブを握ってるわけなんでね。なんでそれではつまらないなというのが根拠で、うちは連合を作って入ってないという感じになってるんですけども、うちの軍団だけではどっちにしろこの洛陽に攻め入ることは、できないと思います。弱すぎてね、一つの軍団ではどうにもならないんで。じゃあだったらどうすっかっていう話なんですけど、もううち自身が連合を作るしかないなということなんですね。これは結構軍団の方ともちょこちょこお話しさせていただいたんですけども、やっぱり既存の連合に入るよりは自分たちでなんとかね、この三国志の世界を統一したいという考えを持ってる方が多かったので、連合を作りたいかなと考えております。でですね、一応そのうちの軍団、姉妹同盟さんと同盟さんはいるんですよね。で、さらに支部みたいなのもあります。うちの軍団プラスアルファ、天武民族っていう軍団と、まだその三国天武の極と武っていう字をちょっと難しい書体に変えた軍団というのがあります。で、天武民族に関しては副団長さんのサブで作った軍団で、この支部の三国天武に関しては僕のサブで作った軍団ということになってるんですね。で、今回の動画は何が言いたいかと言いますと、新しい新勢力として頑張っていこうということでやってるので、この言うたら支部の方に入りませんかという話なんですね。天武民族は今もうメンバーいっぱいいっぱいになってるんですけど、僕のサブの軍団はまだ空きがあります。っていうか全然ガラガラですね。まだ3人か4人しかいないという形になってるんですよね。で、20人まで入れますし、で、うちのこのメインの三国天武という軍団もそのレベルが12ぼちぼちになります。で、レベルが12になったら軍団員5人増枠ということになるんで、で、一応この5人っていうのは決まってるので、天武民族の方からこう5人来ていただくようになってるんですけども、そうすると今度また天武民族にも空きができるということでですね、こういった感じで、空きがね、徐々に出てくるようになってきますので、その空きの部分にですね、入りませんかという話なんですね。
で、一応その天部の名前を掲げてますので、三国天部のプレイヤーの方に来ていただくのが一番いいかなと思うんですけども、まあさすがにそういうことも言うてられんかなというふうに感じております。っていうのがですね、もうこのサーバー6満員になってるんですよね。新たに人が入ってこれない状態になってるんで、今サーバー6にいる方に、来ていただくしかないということになってるわけなんですよね。なんで、今どこの軍団、どこの連合にも所属していないという方で、ちょっと行く軍団がないかなという方はですね、ぜひうちの軍団に来ていただきたいなというふうに考えてるわけなんですね。ちなみにメインの軍団に関してはめちゃめちゃアクティブです。もう今30人かな、30人なんですけども、全員がもう12時間ログインしないなんていうことはないっていうレベルでですね、アクティブなメンバーが揃っております。で、ちょっと一人ね、スマホを今紛失してる状態でログインできてない方なんですけど、がいるんですけども、この方も熱心に頑張ってる方ということになってるんで、やる気はねものすごいある軍団になってるんですよね。で、ロビーを活用してそのどこかに攻めるとかいう時間とか合わせて、で、さらにその何人参加できるかとかいうのも見て、作戦をしっかり立ててもらって攻めるみたいなね、このゲームを最も楽しむ方法といいますかね、もう堪能してるっていう表現をしたらいいんですかね、っていうメンバーが集まってると自負しております。なんで、まあそこまで軍団チャットが賑やかとかいうわけではないんですけども、この三国志波動というゲームをやるにあたって不自由を与えることはないんじゃないかなと。まあちょっとね、支部に関しては人数が少ないので、なかなかその軍団の寄付であるだとか軍団ミッションなんかがこなせないっていう部分があるんですけども、それでもですね、人数が増えてきたらそこら辺も解決できるんじゃないかなと思うんでね。で、僕がこのメインの三国天部という軍団を立ち上げた時にですね、結構その入団申請いただいた方もいらっしゃったんですけども、ちょっとその時は構想が練れてなかったので、もう三国天部でいっぱいいっぱいだったわけでね、ちょっと今入れません、申し訳ありませんということをお伝えさせていただいたんですけども、ちょっともうあのこういったやり方で、楽を狙いに行こうという方針が定まりましたので、こう支部の方にもですねガンガン入っていただけたらなというふうに考えております。なんで、もしこの僕とまたこの三国天部のメンバーですねと一緒に頑張っていただけるという方がいらっしゃいましたら、この支部の三国天部という軍団にですね、申請いただけたらなというふうに思ってるんですよね。一応どっか いるかな、この近くにいたと思うんですけど、ここですね、はい。団長の名前が、天部チブランセということになってますけど、これ、僕のサブということになってます。で、立ち上げたばっかりなので、レベルもまだ1ということでね、軍団も4人しかいないという寂しい軍団になってるんですけども、もうちょっと軍団員なかなか増えないよっていう軍団も出てきてるんじゃないかなと思うんですよね。僕が攻めてたりしても相手の軍団さんのメンバー見たら一桁とかいう軍団も結構見かけますので、そういった方ぜひね、うちの軍団に合流していただけたらなと思いますので、ぜひ、前向きに検討いただけたらなと思います。よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。